今宵も始まりますよ。金曜日の夜7時からはツエゲンナウということでね、はい、ちょっと後ろ暗いですよ、ね、これちょっとね、トラブルでちょっとこれちょっとせっかくモニターがあるのに見なかったら、はい、なんかみんな心配するの違います？いえ、まあ今日は黒で、今日黒でそのツエゲンなれでも貼っといたらどうですか？そう、ちょうどいいですね。これちょうどいいの、はい、僕持っときましょうか、こうやってね。さあ、ということでね、はい、ちょっと今日みんなあの笑顔じゃないですか。いや、もうちょっとニコニコしてませんか？本当に今日多分視聴者数も伸びるんじゃないかなと思うんですけれども ね、はい、ねさあ今日も楽しくやってまいりましょう。ツエゲンナウ MC 大変正彦です。よろしくお願いしま す, お願いします。今日はちょっとメガネを変えてみましたね。そうです ね、 ここ もういいでしょ、はい、これちょっとクリアな感じで、はい、あのなんとなくやっぱり縁がこう黒やったらメガネって感じしますけど、はい、こうしてるとなんか自分の顔が分かりやすいというか、うんね、どうでしょうね。いや、かっこいいです。めちゃくちゃいいです。あ、またチャットでよろしくお願いします。欲しがりますね。さあそして、解説はこちらです。はい、アンバサダーの辻尾真嗣です。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そして応援団はこちら。はい、北陸アイドル部のアクティブガール立つこと辰巳みくるです。よろしくお願いします、はい、お願いします、まあ、でも金曜日の夜って、はい、あのだいたいこれね、結構僕ね、あの食べるロケの後が多いんですよ。いつも言ってますよね。いつもなんかお腹いっぱいって言うけども、なんかこれ終わった後って飲みたくなるじゃないですか、はい、ちょっとあてもちょっとなんかもう入らんな、お腹いっぱいやなと思う感じだったんですけど、はい、今日行った店めっちゃ良かったです。どこ行ったんですか？いや、今日あの賛否両論って店知ってます？あ、まあ有名な、はい、知ってる？知らない？あのね、もう東京とかにもあるんですけど、もうあの有名なあの笠原さん、はい、もうグランシェフですよ。あの笠原さんの店っていうので行ったんですよ、はいはい、もちろん本人はね、まあ、東京じゃないですか、うん、東京本店でずっと行ってて、こっちには料理長がいるわけでしょ、はいはい、まあ、でもその笠原さん直伝のこのメニューのね、ご飯が食べれるわと思って行って、はい、どうも失礼しますって言ったら本人おったんですよ、はい、たまたまそう、たまたまで見てるよって、テレキンちゃん見てるよって言って、すごい、これちょっとね、これめっちゃ有名人になった気分になる。嬉しいですね、それ昨日も見たよって言って、すっごい嬉しかった。いや、これあの西茶屋街の中にあるんですけど、はい、いや、これおすすめ。いや、今度行ってみたいですね。絶対、いや、はい、絶対気に入ると思う。雰囲気はいいしね、いや、またね、そういうテレビに出てるそういう料理人の人って、うん、ちょっと一癖二癖ありそうで怖いかなと思うじゃないですか、はい、もう引いてたんですけど、めちゃくちゃいいでした。そうなんですね。そう、行ってみたいです。行ってみたいね。行ってみたいです。ちょっとあの、今年の打ち上げどうですか？あ、いいですね。あ、誰も聞いちゃいねえや。さあということでね、はい、あの今日はもう本当になんか嬉しい逆転勝ちの後の素晴らしい戦いでしたね。これ皆さん思ってたのはもう本当に今シーズンの中ではもうここ一番重要、違うと思ってて、はい、SNS なんかでもいろんな方がもうこれは絶対負けられない、一番負けられない戦いだと言ってて、15分でパーンと点取られた後の崩れ落ちる音がはっていう、本当にね、はい、でもその後落ちることなく、はい、その後リアクションはもうすごかったですね。すごい嬉しいです。よかった、いいゲームで、はい、平松選手が J リーグで初ゴールを2点も決めたということでね、はい、さんの声もすごかったです。いや、もう伸ばしたもうめちゃくちゃ伸ばしたよ。はい、ね、やってプラットキャストやりましたね。そうなんですよ。プラットキャストでリンタンとミクとあのアイドル部のメンバーとやってたんですよ。横の部屋でね、見てて、辻尾さんも言ってたでしょ。もう試合見るとずっと喋ってたでしょ。喋ってました、本当に。試合見ろよとかで見てて、ずっと2時間ちょっと4人ぐらい横向いてペラ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 喋ってて、なんか楽しそうやなと思って見てて、こっち一人だけで本当に寂しいなと思ってさあ、ということでね、引き分けが続いてましたけれども、はい、まあ、アウェーの引き分けはまあ良しとして、はい、でも勝ちが欲しいところでの5試合ぶりの勝利ですよ。そうですね、はい、これは嬉しかった。でもね、こう帰りがけにみんな笑顔で帰ってましたけれども、まだちょっとこう残留が決まったというわけでもないですけど、うん、そうですね、まあ、まあ、ただ4ポイント差がついたっていうことはかなりも安心できますよね、うん、そうですよね、はい、失敗したしました。すぐ飲みました。美味しかったですね。いやー、美味しかったね。甘いも食べた？いっぱい食べました。いや、いいね、本当に。さあ、そんなわけでね、まだね、先ほども言いましたけども、残留が決まったわけではありません、はい、だからもう次のこの今度琉球戦に向けて、はい、ちょっとね、また気合い入れて頑張っていきたいと思いますけれども、はい、さあ、ということでね、今日は天の声さんが、はい、もうこうなると忙しくなると思いますよ、はい、いろんな方のチャットが来ますから、はい、その声をね、頼みますよ。今日の天の声さん、どなたでしょうか？はい、皆さんこんばんは、グッズ担当の男です。よろしくお願いします、
なんか低い声できましたよ。こういう時ってなんかこう高音のなんか綺麗な美声とかいいんじゃないですか。そうですね、低いとこから来ましたよ。すいません。さあグッズ担当の男ということで、はい、よろしくお願いします。お願いします。どうですかね、もう早速ちょっと騒がしくなってたりしませんか。いや本当早速まずスーパーチャットいただいて、早い、ありがとうございます。ありがとうございます。まずマーセルさんからですね、心が揺さぶれる試合をありがとうございました。ありがとうございます。次も一戦必勝でいきましょうとコメントもいただいております。そうですね、ありがとうございます。もうお一人、レッドスウェーグンさん、P さんですかね、はい、ご祝儀ということで、あのスーパーチャットいただいてありがとうございます。ありがとうございます。そしてコメント、たい平さんかっこいいのコメントも、いやちょっとありがとうございます。もうね、いいの来ましたね。僕はあの催促するタイプですから入っております。ありがとうございます。やはりあとは宮松選手のゴール、もうなってますね。たい平さんのゴールの声何度も聞きたいですって入ってますね。もうそのために蜂蜜舐めてます。もう、皆さんも振り返りを待っているような感じ。ああそうですか、はい、振り返り、そりゃそうですよ ね、 そうですね。あんなファインゴールってもうなんかちょっと海外の試合見てるぐらいのね、あのファインゴール後ほどたっぷりとね、あのお届けしますんでお待ちください。さあではですね、まずは、はい、秋田戦、そうですね、こちらもちょっと振り返ってみてからの愛媛戦2試合振り返り、これ行ってみましょうか、はい、どうぞ。さあこちらはね、ブラグリッツ秋田のホームということなんですけれども、はい、こうやってねやっぱカメラ通してみるとピッチ状態で悪くないように見えるんですよね。いやでも実際はかなりボコボコだったし、選手はね、はい、選手はすごく言ってましたからね。しかも水も開かないので、ね、めちっこかったですし、そうそう、もうボールが動かないって言ってましたね、はい、わざと秋田のサッカーをやりたいように、ね、芝生にしてましたよね。そうです、芝も長くて、はい、だからこのパスサッカーをするっていうこういうゴールですね。そうですね、ロングボールで相手の背後をつきながらというところですね。そしてクロスを入れる、これですよ、立ち上がり見事でした。相手は立ち上がりが素晴らしく上がりしましたね。これね、あの松田選手の身長があと5センチ高かったらと思ってしまったんですよね。ちょっと目測を誤ったような形でした ね、 重なった、非常にいいゴール、いいよ、この位置、低いボールを入れて、本当になんかこう見るとボールが止まるっていう感じが、はい、そうです ね、 ね、まあでもここから崩れることがないっていうのがいいですわ、うん、ね、絶対勝ってやるっていう意識があって、そうですね、これやっぱりどうなんですよね、ボールが走らなかったらやっぱり制限のサッカーでもやりにくかったんですかね、はい、そうですね、あ、ここですね、あ、これですね、ここですね、押し込みました、よく折り返しましたね、これですよね、ライン割ったかなと思ったんですけど、ゴールとなりましたか、よく追いついた、前半のうちに追いついたでもね、はい、さあ丹羽選手の、センスもさあここからですよね、これも平松選手じゃないですか、はい、そうですね、競り合いの中からやはりサイドを振られた時のボールウォッチャーになりがちなところが、ね、はい、ありますので、失点してから若干戦い方を変えて流れが良くなりましたね、秋田さんは。そうですね、ゴールに繋がったというふうなところです、はい、これキーパーが弾いたというよりもバーに当たった感じですね、大きくなりそうなこの試合です。低いボール、ニアサイド、あ、これもよくね、音を弾いていきました。もうなんかさっき の、 あの金子選手のね、中堅 TV の話じゃないんですけども、迫田選手が打つ感じでなんか足が打つ9点違うかなと思って、汗かきですからね。これも惜しかった。まあ、田中選手も、大谷選手はやっぱコンディション良さそうですよね、ずっと。いいですよね。はい、あとゴールを奪うともう一つ良くなるような気がするんですよ。そうですね。ハンダ向き直ってのシュート。ナイスキーパーですよね。ナイスキーパー。音を触っていました。低いボール。さあ残りアディショナルタイムになりました。そしてここで終了、はい、もうこれ追いついたっていうのはいいですよね。そうです ね、 ね、アウェイでっていうところで、はい、さあということでね、はい、あのその前の試合が相模原の試合で、はい、アディショナルタイムで1点取って、はい、杉浦選手の点で、はい、勝ち点1をゲットして、はい、そしてその次節になりますよね、はい、秋田戦、はい、これはもうあの、はい、思うにここの負けじゃなくて追いついたのも大きかったんじゃないですかね。辻尾さんから見てこの試合はどうでしたか。そうです、まあ、立ち上がりはやっぱり少し重たくて、うん、あの流れ良くなかったですけれども、はいはい、の取られてからのリアクションというのは非常に良かったですし、うん、ええ、うん、そこから少し戦い方というのを変えて、うん、あのシンプルに背後に落としながらというところで、ええ、
大谷選手とか、うん、あのすごく起点作ってましたし、ね、はい、よかったと思います。やっぱりこれあのホームアンダーウェイのリーグ戦なんですけれども、はい、秋田はそのうまいことをホームの利を使ってますよね。間違いないですね。相手にボールを浮かさせないっていう、ね、そうですよね、はい、ピッチコンディションも含めて、うん、だから、はい、西武に来られてる方ってよく分かると思いますけれども、うん、もうピッチ内にこうずっとスプリンクラーで水をまいて、はい、ボールが走りやすくしてるってい う、 そ う、ね、そういうピッチ状態で一番割と短かったりするんですよね、うん、はい、そうですね。なのに聞くところによると秋田は水はまかない、はい、そしてちょっと割と長めだっていう、はい、そうですね、だから制限からするとすごく戦いにくかったっていうのが、うん、はい、来週放送の制限 TV ゲストは迫田選手なんですけども、その迫田選手足ぐちゃぐちゃ言う人がずっと言ってました、はい、汗かきらしいですからね。汗かきですね。いやでも頑張っても集中してましたね。いや迫田選手久々に出ましたけど、はい、もう非常に効いてましたし、もうなんていうんですか、久々に出るとなかなか難しいんです、うん、コンディション的にも、うんうん、でもその中でもフル出場ということで、まあ、1対1の引き分けに貢献しましたよね。そうですよね、まあ、でもね、コンディションをずっと保つっていうの、うん、いつ自分が試合に出るかわからないということでコンディションを保つっていうのは難しいと思うんですけれども、うん、はい、常にいつ来ても出れるっていう状態にしてるっていうのがさすがベテランですね。いやもうさすがですよね。ねえ、はい、もうなんか迫田選手が出た時はセットプレーの楽しみも一つ言えるんですよ。そうですよね。何かするん違うかなっていうのがね、うん、さあまだね、彼が出る、守る、ここはあと数分守らなくてはいけないっていうところには出てくる可能性もありますし、はい、そうですね、まあ、次連戦なのでもしかしたらスタートで行く可能性もあるかもわからないですよね、はい、さあそして皆さん、はい、お待たせをいたしました、はい、さあここからはじゃあね、はい、愛媛戦ちょっと振り返ってみましょうか。さあこれ秋のナイトゲームやったんで結構寒かったっすよね。寒かったですね、うん、うん、さあ早い切り替えから大谷。さあこれね惜しかったんですよ、ね、イントラップして。そうですね、これもう少しグッと中に入ればよかったかなと思ったんですけどね、うん、高木の左足、うん、これもね、いや愛媛の気合もすごかったですよ。そうですね、まあ、攻撃のクオリティはやっぱり高いですよね。デザインされた、そうですね、ここもちょっとマーク外れましたかね。そうですね、横に動かされたことによって、まあ、ここでヘディングで勝つの目線を変えられたところですね。ここは愛媛集中した守備を見せました。まあでもね、はい、これですよ、ね、ここですよ皆さん見てくださいよ、これ平松左足決めた、ファインボール、すごいっす、これはこのカーブすごいこうね書いてる、もう相手のゴールキーパー飛んでるんですけど全然届いてない、はい、いやこうもうね、これもねおそらくキーパー見て、もう今まで何百回ってね、もう全然なんですよ、もうここしかない、感覚的にはもう打った瞬間分かるような感覚で、もう僕ら世代で言うたらマラドナーって言ってしまうぐらいのすごいシュートでしたよこれは、はい、さあそしてもその後3分後ですね、はい、これ入ったと思ったんですけど、はい、ここにこぼれてきましたもんね、平野選手の前に持ってる男はゴールを引き呼ぶ、はい、そうですよね、引き寄せる、この前の杉浦選手もそうですけど、まあ、吸いついてきますもんね、もう前の意識はしっかり持ちながらプレス続けると、まあ、こういう風にね自分があのこれもねしてきたりしますんで、ちょっとオウンゴールになるかなと思ったんですけど、今度利き足じゃない右足で、はい、ポジショニングも非常に良かったです。前半のうちに逆転です、はい、さあそして後半これを平松が右サイドで奪う、平松選手これうまいですよね、それ強兵こぼれ球、大谷の左足、ね、後半もねダンスはあったんですよね、面白い攻撃たくさんありました。山本からゴール前小暮に当たってイエス、これファールでここで終わりです、愛媛にファール、そしてここで試合終了、この神奈川逆転勝ち、すごい嬉しかった、うん、勝ち点差1の両チーム、まあ、今までチャンス多かった中だったんですけど、まあ、力むことが多かったんであそこでリラックスして自分の形持っていけたのがつながったかなと思います、まあ、やっぱ数字を残したことが個人的にも良かったですし、それが今日チームの勝利につながったのは本当に良かったなと思います。もう本当に残りの試合も自分たちの力信じて、あとは 100% 以上の力出してやっていくだけだと思うので、本当に残留ってところを信じてみんなでやっていきたいと思います。素晴らしい、あすごい素晴らしい、もう本当にもう思わずですけれども、はい、平松翔のショータイムでしたからね、これ本当に、ね、すごかったです。
いやもう同点ゴールそして決勝ゴール持ってますわ、うんはい、この残り5試合でも可能性はめちゃくちゃあるんじゃないですか得点の。いやあると思います、はい、これでなんか一つ結果残したことによって精神的な余裕も出てくると思いますし、ねはいねまあ、J リーグの、ね、プレイヤーになって早い点を取りたいと思ってたところで、はい、複数得点ですよ、うん、どうしましょう、うん、こっから5試合でチーム最多得点とかなる可能性もえそしたら順位かなり上がってますよね、もうすごいことになりますよね、はい、さあということでね、はい、ちょっと今日は解説皆さんも期待してますよ、はい、どこですか今日はあの平松選手の2得点、はい、もうスーパーゴールだったねどっちもですよね、はい、ちょっとそちらの方を、ね、見てみましょうか、はい、お願いします。相手のスローインからでしたけれども、ね、相手両ボランチね、非常に寄っていたのでバイタルのところ開きましたよね。うわ、はい、すごいシュートですよね、これは。これすごい相手のプレッシャーがないとはいえ、はい、あそこにね、はい、でトラップした後の2タッチ目がいいですよね。2タッチ目で自分の置きたいところにスッと置けてる、はい、あここで、ね、ここでワンタッチ、トンでアウトサイドのところ、あれがねもう自分のまさに蹴りたいところに置きましたよね、これで。あれは見事、はい、これですね、うんまあ、相手もこう幅取ってね、ボールがしてくる分あそこ空いてましたよ ねさあ、そしてここのね、クロスもね、このクロスもやっぱり鋭いボールやっぱり入れたので、ね、相手のディフレクションを誘いましたよね、うん、これ3人相手いましたもんね。そうですね、人数は相手の方が多かったんですけれども、ね、あえてこう、たまにシュート性というか鋭いボールを入れると、やっぱりなんか起こりますよね。起こりますね、はい、やっぱり乗っている選手のところにこぼれてくるんですよね、ここにね、はい、これ利き足じゃないので結構多分本人は緊張したんじゃないかなと思いますけど、見事ですね、見事、うん、何度見てもいい、そうですね、いやいいですね、いいね、落ち着いてコースも見てる、はい、ナイスガイなんですよ、もう本当本当にインタビューも受け答えもなんか素晴らしいですね。すごいんですよね、はい、本当しっかりしてるし、うんまあ、とあるカフェで偶然会って、はい、よう声をかけんかった男ですけどね僕もまあでもあの1点目の同点ゴール、これって吸い込まれるっていう言い方が一番正しいような気がしますよね、うん、そうですね、ねえ、あ見事でしょ、スーパーゴールです。いや僕ら世代の、はいまあ、50代以上の人だったら今のはもう過去の選手で言ったらマラドーナなんですけど、はい、今で言ったらメッシとかっていう、はい、そう、ね、例えてしまいますよね、うん、左利きのシュート、はい、さあもう次節も、はい、ちょっとそのゴール期待して、はい、あの悔しがってるフォワード陣とか、悔しがってるって言い方おかしいですね、うん、あの次節俺が取ってやるぞっていう、いや思ってると思いますよ、そりゃ、ねはい、やっぱ中盤の選手取られたら悔しいとは思いますよ、そうそう、はい、自分が点取りたいですからね、まあ、大谷選手は前半始まってすぐにいいとこがありました、はいまあ、そこでも決めたかったと思うんですけども、はい、これも次節お預けですよね、はい、ほんで丹羽選手もやっぱり、はい、やっぱフォワードとして、はい、取ってやるっていう、そうですね、これ期待できますけども、はい、じゃあちょっと琉球戦、はい、こちらの方の予習いっちゃいますか、はいはい、さあこちらですね、今週末ですね、はいやるわけです、アウェーですよね、はい、沖縄に乗り込むわけですけれども、はい、琉球は37試合終えて、16勝8分け13敗、勝ち点56で現在9位というシングルですね、はい、J3 で今まで3試合、J2 での対戦は5試合ということで、はい、J2 での対戦成績なんですけれども、うん、2勝2分け1敗、うん、これ1敗というのが今シーズンでしたっけ、あそうですね、前半戦今シーズンですよね、はい、1、2で負けた試合なんですけれども、はい、さあそれではね、そのちょっと 1,2 でちょっと敗れてしまったホームでの戦い、映像と合わせてちょっと予習してみましょうか、出ますかね、阿部かわして、さあ阿部から後半のこの5分ですか、そうです、ね、50分、はい、どうするか、自分でいい形で崩されましたけど、こちらもこれねありましたね、ヨドルコ選手バージばっかり嫌われたやつ、はい、これもねこれもそうなんですよね、頭できて最後のスター中澤、ここ1点を先に先制されたんですよね、大きくなればスピード変えてゴールに変わりに行くっていうね、そしてこれだ、これだ、こぼれ球、これ大井選手ですね、あの一気のいいショットですね、久しぶりにこれ繋がったんですけども、さあということでね、ボール支配率はまあ変わりません、
シュート数はスウェーデンの方が多かったんですよね、はいはい、枠内シュートも変わらない、うん、で攻撃回数もトントン、はい、あまりこう差はないんですよね。ただゴールキーパーの正面であったりとか、はい、ポストバーに嫌われる、それが多かった、はい、多かったですね、この試合は、はい、残念、はい、さあそして琉球のチームスタッツですけれども、はい、こちら見てていかがですか。まあ、ボール支配率ですよね、うん、やっぱりリーグの上位っていうところで、まあ、あのボールを動かしてパスをつなぎながら、うん、あの攻撃していきたいっていうスタイルですよね、はいはいはい、そうですよね、はい、22チーム中5位ということになってますけれども、はい、さあそして注目選手ですけれども、はい、池田蓮選手、はい、こちら現在23歳千葉県出身ですね、はい、今チーム2位の6得点というところ で、ね、はい、まあ、テクニックあって攻撃的な選手で、うん、まあ、シュートもうまいですし、まあ、攻撃のキーマンですよね。個人昇格があるみたいな感じでね、はい、言われてますよね、はい、さあそして我らが杖原チームスタッツ、はい、まああまり変化はないですけれども、うん、そうですね、うん、攻撃回数が4位ですか、はい、まあ、ここ最近素早く奪って、うん、背後をつくっていうところができているので、そこをもっともっと出していければっていうところです、ね、最近攻撃良くなってきたような気がするんですよね、見ててね、はい、さあもちろん、はい、注目選手は平松選手ですよ、はい、さあもう2ゴール光ってますね。そうですね、いやここでもっともっと得点には飢えてると思うんで、はい、得点を上げることができるということは、相手はそれを怖がるとラストパスっていうのも生きてきますもんね。まさにそういうことですね。アシストも増えてくるんじゃないですか、はい、いやいやいや、どうでしょう、楽しみですね。楽しみですよ、これは平松選手の得点が見ることができるか、はい、決してね、この今シーズン の、うん、ホーム戦での 1-2、はい、の負けですけれども、はい、負けた気がしなかったっていう感じだったんですよね、うん、そうですね、そして今沖縄ちょっと調子崩してきてます、うん、はい、まあ、監督も変わったところで、そうですよね、うん、はい、直近の5試合なんですけれども、はい、1勝1分け3敗ということで、うん、まあ、ここは逆に言ったら杖原は勢いがありますから、そうですね、そこでちょっとこの連勝という部分でいけば、はいはい、残留は見えてくるんじゃないですか。まさにそうですね、そのためにも40に乗るわけですもんね、勝ち点3を取ることができればね、はいはい、そうですね、いやもう琉球沖縄に行かれる方もおられるかも分かりませんけども、ぜひとも皆さんダゾンで熱い、はい、ね、思いを伝えましょうね、はい、さあということでじゃあスコア予想いっちゃいましょうね、はい、皆さんもしてくださいね、スコア予想、これはもうちょっと複数いってほしいし、俺期待するよ、はい、もう今日もね、はい、今日も、これは今日も安定の、なんて書いてる、今日タツの呼吸1の方、今夜も安定の400ゼロ、下だけがなんか坂本龍馬ごっちゃになってますよ、ちょっと面白いですね、40ですわ、はい、さあということで、これでも期待したいな、ね、本当、はい、さあ市長さんどうでしょう、はい、僕は21、おお、はい、21、なんか本当にありそうなところ、ありそうです、まあフォワード陣やっぱり点決めてくれるっていうところと、あとはセットプレーでね、センターバックがどちらかが決めて、そうですよね、はい、あそうか、俺前回21って言ったの秋田戦で21って言ったよね、はい、だからその間の愛媛はなかったやっぱね、あっ、そう、はい、そっか俺合わせたと思ったんやけど、そうじゃなかった、なかなか当たらないですよね、本当に、もう次はね、はい、ちょっとマジ当てに行く、はい、絶対どうだ、アサンたち、おお、どうだ、ありそうですね、これ今ちょっと勢いある感じがしますよ、そうですね、大谷選手はそろそろ僕行きそうな気がするんですよね、取りそうですね、また沖縄のこの琉球のこのアウェイの地っていうのは、金沢にとって縁起のいいところなんですよ、はい、ね、J3 の優勝を決めたのも確か、うん、はい、そうです、あそこです、はい、でしょ、沖縄ですね、だからそういうのも入れて、ちょっとこっから残り5試合ビヨーンとシリーズボミに上がってくると僕は信じて、はい、3対1、はい、どれか当たってほしい、当たりますように、はい、当たってほしいですね、さあということで、はい、天の声さん、はい、はい、皆さんの予想はどうなってますでしょうかね、はい、じゃあまず、はい、スーパーチャットまたまたいただいております、ありがとうございます、ありがとうございます、まず、SU さんですかね、はい、川崎から応援しています、お日曜日も絶対勝利、うん、絶対残留、制限なおいつも見てますとか、ありがとうございます、そして
続いてパチガラさん、次節もスーパースター誕生に期待ということで、スーパースターコメントいただいています。日替わりスーパースターね、いいですね、はい、うん、そして、両太黒瀬さん、必ず琉球に勝って残留をほぼ決める、今なら負ける気がしないとコメントいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。スコア予想ですけど、皆さんのコメントで言うと2対0が多いですか、ね、2対0が多いかね、2対0が多いですかね、やっぱ複数、皆さん複数得点ってとこを期待されている感じがしますね、そうですね、はい、であとちょっと先ほどのコメントの中にちょくちょくあの大橋選手が実は起点になってるんじゃないかっていうのがコメント入ってて、秋田戦の1点目だったりとか、あのスーパーゴールの平松選手のスーパーゴールのパスも大橋選手のパスのところでなんかいい仕事してるんだなっていうコメントがちらほら入ってたので、そうですね、それは思います。そこら辺は辻尾さんとかってどう思われてますか。お、天の声さんから質問で初めてですよこれ。お、来たぞ。初めてですね。初めてですよ。びっくりしました、ね。油断しました。天の声さんからの質問に答えていただきましょうか。大橋さん、そうですね。あの一時スタメン奪われた時期もありましたけど、最近は守備面でも非常に効いてますし、まあ攻撃面の配球っていう面でもかなり際立ってるところありますね。はい。なんか試合開始早々っていうのは相手の攻撃がちょっと思ってたのと違う形で来た時に戸惑うことがあるけども、それに対処を一番してるのが僕も大橋選手なのかなと思ってたことあるんですよね。そうですね、はい、攻撃の面はかなり積んでますよね。積んでますよね、はい、運動量多いです。いや、そう、両ボランチですけれども、ね、本当に運動量多いですね。あとでも得意なところでのミドルシュートがあるんですよね。いや、それ見たいですよ。見たいでしょう、はい、本人によう言うんですよ、はい、バーの下行きや、いや本当にバーの上行ってるでっていうのはね、はい、これまた見たいね、得点も、はい、さあ週替わりヒーローなんかもね、出てきてほしいです、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあ複数得点が多いって、一番多い複数得点はやっぱり 4-0 ですか。多いのは、3点ですかね。おお、3点。いや、僕キー合いますね、皆さんね、あ、3点あんまないらしい。ちょっと待って、まだ持った、ま、盛り癖、盛り癖ありますからね、盛り癖あるね。え、3点そんなないよっていう、ちょっと入る、あれ、えあれとか、あれ、あ、そうです、2-0、そうです、2-0はもちろん一番多いんですよ、もちろん、それ聞いてるの、2-0はもちろん一番多いですよ。乱射入っとるな、ほんと。すいません、申し訳ないです、ね、ちょっと盛り癖がある、盛り癖があるんですよ、本当に ね、 本当にね、グッズ売り場に行ってあんまり話したら盛られますね。話盛られちゃう、ちょっと気をつけてくださいね。さあ、ということでね、あさってですね、琉球戦は11月の7日日曜日、はい、午後4時ですか、はい、4時ですね。琉球ちょっと気温暑いみたいですもんね、うん、そうですね、あと天気もちょっと心配なので、うん、はい、まあ、夕方4時キックオフ、これアウェー戦ですからね、はい、ぜひとも勝ち点3、はい、そして来週この番組また一つ盛り上がりたいですね。そうですね、応援の方一つよろしくお願いします、はい、お願いします。さあ、それでは続きましては、はい、企画コーナーですかね。はい、そうなんですよ、うん、先々週お伝えしました、先々週お伝えしましたが、人形の堀川さんがなんとスポンサーになっていただく新コーナーが今日からスタートします。ありがとうございます。11月に入りましたもんね。はい、そうですね、うん、人形の堀川社長の堀川さんのインタビュー映像がありますので、まずはそちらをご覧ください。そうなんですか。会社は金沢市で80年ほどひな人形だとか五月人形だとか節句人形の販売をしております。当店の特徴としましてはですね、石川県の伝統工芸品である加賀友禅を使ってですね、ひな人形を仕立てております。その他にもですね、山中塗、輪島塗、加賀水引、そして九谷焼などをですね、ひな人形のお道具だとか屏風に使っていることで、まあ、石川県オリジナルのひな人形セットとなっております。もちろん最近はですね、七段飾りといった大きい飾りだけでなく、お二人だけの神納飾りといわれる小さいコンパクトなお人形もたくさんご用意させていただいております。でさらにですね、店内のですね、ひな人形はですね、だいたい組み合わせ自由になっておりますので、お客様それぞれにお好みに合わせてアレンジしていただくこともできます。
まあ、私どもの業界がですね、まあ、あのひな人形とか五月人形とか親がお子様を思う気持ちでこう送るものを仕事とさせてもらってるんで、子どもたちの夢を応援したいなっていうことで、今サッカー習われてる人たちって多分プロサッカー選手になりたいっていう思いの子どもが多いんじゃないかなというところで、そういう子どもたちの夢を後押しできればいいかなとは思いました。まあ、少しでもねこういう税源ナウで取り上げていただくことによって、まあ、その子たちが将来プロ選手になった時にこの準備というかプロ選手になると他のこともしていかないと、ファンの方々に対してその練習の一環になればいいかなとは思ってます。ツエゲンアカデミーでですね育ってきた選手がですね、もちろんツエゲン金沢に入ってもらって活躍してってもらう、そして将来日本代表とかっていうこともそういう選手もたくさん出てくれればいいかなと思いますし、小さい頃からこうツエゲン金沢で成長してきた選手がやっぱりトップチームであるツエゲン金沢で活躍するような選手が出てくれば、もっと地元石川県金沢市のファンも会場へ足を運んでくれるんじゃないかなと思いますんで、頑張れアカデミー生、頑張れツエゲン。いやー、はい、森川社長ありがとうございました。ありがとうございました。最初はずっとあの、うん、静止画で ね、 ね、そうですね、背中しか見えなかったんで、うん、あの どうなさったのかなっていうちょっと心配しましたけど、最後は出てきてくれました。なんと、うん、頑張れ制限ということで、はい、あの静止画のところはもう中野さんとタッチが全然仕方なかったんですけどね。ありがとうございます。まああのはい、最後乗ってきた感じなのかな。そうなんですかね。さあそして気になる、はい、新しいコーナー名、そうなんですよ、こちらにもう決まってこちらにご準備してあります、うん、ご準備ね、はい、ご準備、はい、ではコーナー名を発表したいと思います。はい、お願いします。ダラ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 、じゃん、ツエーゲンフューチャーサポーテッドバイ人形の堀川に決定しました。よー、いいですね。めちゃくちゃかっこいいですよね。フューチャーって言ったらちょっとこう、はい、未来将来みたいなね、うん、アカデミーの子たちですから、うん、はい、もう将来そういう風に頑張ってくれっていう意味で、はい、いやいいじゃないですか、いいコーナーですね、はい、なんと毎週ですね、ツエーゲンナウ内でアカデミー情報を発信していきますので、うん、皆様よろしくお願いします。わかりました。まあ、あの先日ね U18 の成本選手のトップ昇格、はい、これ発表されましたけれども、はい、あのチームはねまだまだ下にこのアカデミー下部組織があるじゃないですか、はいはい、これ通常さん説明していただきます、はい、見えますかね、うん、うん、さちょっとあいいですね、ですか、はい、大丈夫です、はい、まずトップチームはありまして、うん、その下にアンダー18ですね、はい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 、アンダー18は A と B に分かれてます、おうおう、上はプリンスリーグですよね、今プリンスリーグで次あのその上のプレミアリーグの参入戦にあの行くことが決まって、あ、そうなんですね、はい、もしかしたらあの一番上のリーグに行く可能性もあります。えということはですね、同じリーグに2つチームは無理やから、はい、プレミアに行くということは今度 B がプリンスに上がれるということになってくるんですね。そういうことですね、はい、はぁ、頑張ってるね、頑張ってますね。で次にアンダー15は3チームに分かれてますね、15、14、13ですね、はいはいはい、ここも、トップリーグですね、うん、に在籍しているというところです。なるほど、はい、いやこれはもうツエーゲンの下部組織はすごく頑張ってますよね、うん、はい、あとアンダー12ですね、最近あの全日本少年サッカー大会、そうそうそう、はい、アンダー12サッカー大会に出場が決まったアンダー12です、はい、ね、はい、この間11月3日でしたっけ、はい、そうなんですよ、11月3日に行われた JFA 第45回全日本アンダー12サッカー選手権大会、うん、なんと石川大会におきまして、うん、ツエーゲン金沢アンダー12が優勝しました。そうなんですよね、はい、すごいですね。いやあの僕実はこの試合のこれあのテレビ金沢で、はい、録画なんですけど11月の23日放送されるんですけど、はいはい、うん、毎年僕はあの解説をさせていただいてるんですよ、はいはい、でアナウンサーはあの金山哲平君がずっとやってるんですけども、うん、はい、連覇なんですよね。あ、そうですね、去年も勝ちましたもんね。連覇ってもうかなり前になるんですよ。毎年代表が変わってるんですけども、ツエーゲン金沢が去年そして今年ということで連覇するってことはすごいですし、うん、はい、また決勝戦が4対1ですよ。すごいですね。すごい4点、ね、うん、いやしかもね、今のトップチームと似てるのが、はいはいはい、まず先制点された、先制された、はい、そこから慌てることなく自分たちのサッカーをして確実に1点ずつ取っていって、はい、結果4対1ということで、やっぱりね、はい、僕思いましたけども、
このアンダーアンダーってこれ U12 って言った方がいいのかな、うん、アンダーっていうのが U12 かな、これね選手もそうなんですけど、うん、指導者制限やっぱりいいですね、どのカテゴリーにも元 J リーガーいますから ね、はい、だからいい見本っていうのがね、はい、本当にいるわけですから、はい、いや楽しみ、はい、楽しみですね、もうこの後ねこの U12 そして U13、14、15、18までありますけども、うん、はい、その選手たちがやっぱ夢持ってますよ、はい、もうプロ選手になるんだって夢持ってやってますから、はい、見守っていただくのがこの人形の堀川さんですよね、本当にありがとうございます。今のアンダー12の大会で得点した選手なんですけども、清水選手と藤谷選手、うん、はい、そして池田選手と締野選手が得点したということで、うん、はい、ね、はい、であのいろいろとコーチ陣にも話を聞いたんですけど、はいはい、あのアスキ君にね、はい、ちょっと話を聞いたら、去年は出場するだけで、うん、まあ、ヴィッセルに勝ったじゃないですか、ね、予選リーグでね、はい、これすごいなと思ったけど、ここでこうちょっと決勝、はい、トーナメントの方に上がることができなかった、はい、今年はやっぱりそこを目標にしたいっていう、トーナメントまでやっぱり行きたいなっていう思いがあるみたいですね、はい、さあ全国大会いつですか、はい、全国大会の組み合わせ抽選会は11月30日火曜日に予定されており、うん、大会は12月26日日曜日から鹿児島県にて開催されるそうです、そうですね、はい、こちらのコーナーでも随時情報をお伝えしていきますので、うん、今後もお楽しみにしていてください。いやこれでも本当ありがとうございます。これ僕アカデミー情報って絶対必要だなと思ってたんで、もうね今後は選手のインタビューやコーチ陣のインタビューとか、はい、あと試合の様子などもねちょっとお伝えしていく予定になっております、はい、なかなかそういう映像とかで皆さんにね、うん、お見せすることができないゲームですから、そちらはねぜひ楽しみにしていただきたいと思います、はいはい、さあ以上杖源フューチャー、サポーテッドバイ人形の堀川、もう一人いますね、はい、初めてなんでね初めてなんでこれね、杖源、杖源フューチャーサポーテッドバイ人形の堀川でした。いやさあ、はい、これを全部ね、はい、まだ、ね、1回目ですから言い慣れてませんけども、はい、形できましたね、すぐに言い慣れますね、はい、さあということでインフォメーションですよ、はい、続いてこちらはではインフォメーションいきたいと思います、うん、まず一つ目です。スウェーデン金沢のアパレルブランドウェイズより新商品のお知らせがあります、はい、今回はどんなものになったの、はい、まず一つ目はですね、うん、こちらのラムーズウールマフラーです。お、はい、子羊の羊毛から作られたフランス製のマフラーです、うん、ラムウールは繊維が特に細く柔らかいため滑らかな仕上がりが特徴となっています。またウールよりも軽いため疲れにくいことも特徴です。またねちょっとモデルがいいですね、うん、モデルがいいですね、ちょっと恥ずかしいです、ね、これめちゃくちゃあったかいですよ本当に、本当に、はい、これおね、うわモデルがいいじゃないですか、これすごい、このマフラーの写真撮る方がいいんですよ、すごい、素晴らしい。これでもお値段いくらなんですかね、はい、こちらはウェイズオリジナルケースもついて税込み9900円となっています、うん、はいはいはい、いいね、うん、はい、続いてはこちらのハンドル付きバックパックです、はいはい、ハンドル付きバックパック、こちらね、こちらです、うん、はい、こちらはアウトドア用品にも使われるコーデュラ生地を使用した丈夫さと軽量さを合わせ持ったバックパックです、うん、はいはいはい、はい、あのクリアポケットになっている点がおすすめということで、うんうんうん、クリアポケットは中の荷物が見えるのでとっても分かりやすい、分かりやすいね、うん、19リットルの容量で A4 サイズはもちろんノートパソコンも入ります、うんうん、またモデルがいいね、いいですこれね、あのこれ見た感じ色が黒に見えるんですけど、これ黒でいいんですかね、はい、黒です、そうブラックブラックですかね、使いやすそうですね、はい、使いやすそう、はい、こちらのお値段も気になるね、はい、税込み 15,620円です、うん、なんとこちら数量は30個限定ということで、皆さんご注文はウェイズ公式オンラインショップにてお早めにお願いします。これ使いやすそうですね、本当にいいですね、これはいいと思います、うん、ね、やっぱりあのここをなんかこう背負ってみて、はい、感覚どんな感じですか。めちゃくちゃそのものじゃ軽いですし、うん、はいはい、あの本当にパソコン入る容量があるので、はいはいはい、もうビジネスにも使えますし、はい、まあ、あのプライベートでも使えるという、ね、そうです、今そういうスーツで着てましたもんね、はい、そうですね、だからビジネスのスーツを着てても、はい、あの例えばバス移動されてる方なんか、はいはい、いたらいいですねこれね、はい、いいですね、カチッとしてるのでそんなに崩れないというかね、手で持ってもこんな感じになるわけですね、はい、いや15,620円です、はい、限定ですよ皆さん、30個、日本人は限定に弱いんです、弱いですね本当に買っちゃう、本当でもすぐなくなるような気がしますよね、はい、さあ、ご注文の方はウェイズ公式オンラインショップからお願いします、はい、お願いします。
さあまだまだインフォメーションありますよ。はい、続いて2つ目です、うん、はい、Jリーグアプリ強化月間がスタートしました。それはどういうことですかね。はい、今回はアプリの利用者そしてスウェーデンナウの視聴者数増加を目的に J リーグチャレンジ通称 J チャレのメダルが当たるプレゼント企画を1ヶ月間行いたいと思います、はいはい、ということで皆さん J リーグアプリはすでにダウンロード済みですか。もう一回言いましょうか。はい、J リーグアプリはすでにダウンロード済みですか、ね、うん、視聴者視聴者数あ、本当にたまにあるんですよ、はいはい、視聴者数あ、おー、OKOKOK、ね、これ面白いんですよね、面白いね、もうタッツーはね、はい、まあ、J リーグアプリといえばですよ、はい、まあ、試合日程とか、うん、まあ、結果の速報がまとめてチェックできますよね、はい、そうですね、ね、あのクラブのニュースなんかもこれ確認できるんでしょ、うん、いや、めちゃくちゃ便利ですよ ね、常に更新してますよ、うん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 、はい、このですね、 J リーグアプリ内にある J チャレのページから、画面の右下にある QR コードを、あ、こちらね、はい、うん、読み込んでください、はい、するとメダルが1枚ゲットできると思います、はい、メダルがたまると J リーグが主催するプレゼント企画に応募できたり抽選で得点が当たったり、うん、さらにはランクが上がってランク上位者のみが参加できるキャンペーンに参加できたりとお得がいっぱいとなっています。お、ランクが上がっていく、うん、メダルを取れると。なるほどね、うん、11月は制限ナウは4回、はい、競技で4回配信がありますよね。そうですね。ということで毎週見てくれれば、うん、これが4個貯まるということ。4枚貯まるということですね。おお、いいじゃないですか、はい、はい、じゃあこちらの方ぜひとも皆さんね、はい、J リーグのアプリをダウンロードして、うん、はい、メダルを貯めてください。そうですね、うん、視聴者数もう大丈夫、ね、見えたら面白くない、ね、さあそれではこれ、ね、はい、北陸アイドル部からは何かあるかな。はい、北陸アイドル部はですね、あの新メンバーを今も募集しています。あのアカデミーのが始まったじゃないですか、ね、なんで思ったの、あの、うん、すごい素敵だなと思って、その下のところから、うん、なんていうんですか、もう北陸アイドル部もそんな感じで、もう下のなんていうの、レッスン生からもう、うん、そのこんな風にもう何言ってるの、はい、見切り発車しました。はい、あのでもあれ、うん、今日テレビ見てたら北陸アイドル部のオーディションみたいななんかやってたよ、はいはい、そうなんですよ、ね、はい、うん、CM もさせていただいてます。そんなあのインフォメーション入れなくても大丈夫、ね、あ、じゃあ今度から持ってきます、ね、せっかくやったらね、はい、はい、ありがとうございます、ね、ありがとうございます。なんかあのそうなんですよ、うん、あのツエーゲンのステージ MC してる時も、うんうん、あのツエーゲンガールになりたそうな子がたくさんいました。はい、皆さんぜひ、はい、うん、いましたよ、絶対。いくつ以上、いくつ未満とかってなったりですね、あのデビューできるのは中学生以上なんですけども、うん、レッスン生としてあの歌とダンスとか、うん、もういろんなことを学べるんですよ、小学生の頃から、うん、なるほど、はい、なので大丈夫です、皆さん。またあの今度まとめておきますので、はい、あの連絡先とか、ね、はい、どうすればいいかの応募要項なんかまとめておきますんでね、はい、その時までちょっとお待ちくださいね、はい、あ、でもなりたい方は、うん、あの北陸アイドル部のホームページから応募してください、うん、ということです、はい、お願いします。さあということで今日もね43分回っちゃいましたね、はい、今からエンディングということですけれども、はい、あの残すところ5試合5試合ですね。これ例えばですけども、はい、まあ、可能性はあります、全部勝つという、はい、となると勝ち点15プラスされるということです、すごい、で、はい、今の勢いで言ったらそれに近いものがあるかもわからないです、はい、まだでもね、ホームが2試合ありますよね、はい、そしてアウェーが3試合ということで、はい、ホームを2勝して、はい、アウェーが最低1取って帰るとなると、はい、9ですわ、はい、もうそしたら安心ですよね。安心ですよね、はい、まあ、今現在はねそういう思い願いですけれども、うん、安心ができないんですけれども、はい、1試合1試合ね戦ってそうですね、たあの勝てなかった時が多かったんじゃない、長かったじゃないですか、はい、その分今選手たちももうここに来てよっしゃ、はい、サポーターのためにもという気持ちにもなってますからね、うん、大切に戦っていきたいですよね。そうですね、うん、はい、あのどうですか辻尾さんもこういう状況っていうのは、うん、味わったことあるじゃないですか、そうですね、選手の時に、はい、気持ち的にはいかがなものなんですかね。いや、この前の試合は相当プレッシャーかかってたと思うんですけど、あそこで勝ったことによって一つこう選手たちのこう呪縛というか、ね、プレッシャーみたいなのが少しほぐれたと思うので、もっと、ね、あの伸び伸びプレーができるんじゃないかなというところですよね。あのこの間の愛媛戦のどれだけ重要だったのかなっていうのが、はい、あのタイムアップの笛が鳴った時に愛媛の選手が倒れ込んだんですよ、はい、あれを見たときに、
本当にこの試合って重要だったんだなって感じたんですよ、うん、ですね、はい、あれ疲れてしんどってのは倒れたわけ違いますもんね、はい、もう精神的なところでしょうね、ね、はい、いやそういう部分でもね、はい、ぜひとも次敵地ですけれどもね、はい、沖縄琉球で何としても勝ち点を取りたい、はい、タッツはどんな思い今、いやもうあの勝つことしか考えてないです、勝つこと、はい、自分の戦うみたいな感じ、本当にもうあの毎週、うん、ハラハラドキドキを、そうやね、はい、すごく感情がなんていうんですか、勝つために何、うん、はい、か自分がしてることとかってあったりする、勝つために、チームが勝つために、もう気持ちを送る、まあね、気持ちはそうだよね、はい、いやなんかね、うん、僕の中では、はいはい、今この、ね、服っていうか、うん、これまあチームのやつですけども、はい、これ着てると、まあ、勝ち点は取ってくるっていう、だから、はい、洗ってないんですよ、じゃもうシーズン終了まで、まあ、まあ汗はかかないじゃないですか、はい、まあ、そうですね、はい、まあ、すぐに脱いで反対向けて乾燥乾かしてますけども、それジンクス的な、やっぱりこれ着ててやっぱ買ったし、うん、じゃ最後までいきます、最後までだからそうしたいなって、はい、ミクもそういうのあるんですよ、いやじゃあいいって、はい、それを聞いてください、あの西武緑地公園駐車場あるじゃないですか、ミクいつも車で行ってるんですけど、なんかミクここ止めたら勝ってる試合っていうのがあるんですよ、うん、で今ね、それそれそう、だからこの前もそこに止めたら勝ちました、うん、じゃあ、はい、土曜日アウェーやけど、はい、そこ止めてお願いそこ絶対止めて、そこにいてほしいですね、本当に今思える、そうなんですよ、試合の1時間前ぐらい、うん、3時ぐらいからそこ止めて、わかりました頼むよ、はい、でそこ止めたっていうの、それで勝ったら、うん、あそこ止めたんやなっていう風な思いになるから、はい、頼むで、はい、さあそれでは天の声さん、うん、皆様からの声を漏らずに教えてください、はい、すいません、漏らずにお伝えします、はい、スーパーチャットいただいております、ありがとうございます、ありがとうございます、平健さんですね、うん、沖縄で全力応援してきます、勝って帰ってくるよとコメントをいただいております、平健さんですか、堀健の平健、平健さんです、平健さん、はい、平健さん、平田どうですか、ありがとうございます、そうやね、そういうことですね、はい、ううです、平健さん、ありがとう、ありがとうございます、そして堀健さんから、堀健さんから、はい、まだ何も残留も決まってない、ぜひ共に琉球に勝って上に行きましょう、うん、こっからやぞとコメントをいただいております、上に一つでも上の順位目指しましょう、そしてきっと諏訪さん、うん、はい、あさって琉球戦片町キララパブリックブーイングも盛り上げますということで、うん、必ず勝利しましょうとコメントをいただいております、あるんですか、あります、あります、はい、はい、っていうスーパーチャットは以上になります、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、その他何か、はい、やっぱアカデミーの、うんうん、新コーナー、うん、新コーナー名、ネーミングセンスがいいっていうところ、うん、あとロゴもかっこいいっていうことで、ね、今後のアカデミーの情報、はい、これ中山さんがさっき作ってたんですよ、すごいかっこいいですね、かっこいいですね、いやいいですね、うん、こちらもこのコーナー皆さん期待してくださいね、はい、皆さんからもね、せっかくチャットでね送ってもらいますから、うん、こんなもしてほしいなっていう意見も、うん、そうですね、お寄せいただいたら参考にはさせていただきますんでね、はい、はい、その他にはないですか、そうですね、ご意見で言いますと、はい、先ほどウェイズの新商品のところで、うん、辻尾さんがモデルされてて、やっぱり辻尾さんかっこいいなだったり、モデルのスタイルが良すぎるというのがありまして、一つ、はい、辻尾さんのトップモデルへの挑戦企画してほしいです、うん、おお来年の、はい、あれですか、そのフィジークの大会に出るっていうのじゃなくて、はい、モデルに出るということですか、はい、その企画をぜひしてほしいというコメントがありました。そんなん絶対衣装系とかやったらいくんですよ。スタイル抜群。前髪伸ばしたらダメですよ。絶対。おでこは出してない。そしたらごめんごめん。あ、そうです。それいいですね。うん。その他には。そんな感じですかね。はい。はい。なんか今中山部長笑ってますけど大丈夫ですか？そんな感じですか。了解しました。はい、もう今日も、ね、ご苦労様でした。ありがとうございました。さあということで、はい、このね次節38節になりますけれども、はい、これも注目カード多いね。そうですね、本当に。うん、一番気になるのは直接対決1位2位対決ありますね。本当ですね。そうですね。ここでもし岩田が勝って、うん、そして3位のチームが、うん、負ければ昇格決定ですかね。引き分け以下で昇格決定。ジュビロはもう昇格が決定する、早くも、いやもう間違いないとは思うんですけど、まあすね、残り4試合を残して昇格が決定する、はいはい、
でもあのサンガもまだ3位との差は離してますよね、はい、そうですね。なんか1位2位っていうのがちょっと、うん、ちょっとがっつりとしてきたのかなっていう感じがしますけれど、まあねはい、あのサッカーファン一サッカーファンからするとこの試合はちょっと見てみたいなと思いますね。さあその他にも大宮対山口、ここも気になりますね。これお互いガチできますよね、うんうんはい。ね、そして愛媛がこうちょっと町田、うん、強敵ですからね。強敵ですけれどもホームに迎えるわけですから、はい、何としてもここを落としたくないでしょうね、はい、そして北九州も同じですよね、はい甲府を北九州に迎えるわけですから、うんうん、ここも何としてでも勝ちたいところですよ。そうですね、まあ、我々は琉球に乗り込むわけですけれども、うん、さあそして群馬と相模原、これもね相模原勝てば順位変わるんじゃないですか。あどうでしょうね、もう絶対勝ちたいところですね。そうなるとまたこの38節で順位の変動がどんどん出てくるわけですから、うんはいまあ、我々は他力本願じゃないです。自分たち の, もうその目の前の試合を1試合1試合消化して常に勝利していくっていうそういう気持ちで戦えばおのずと ね、はい、残留は見えてきますから、はい、さあ金沢の残りの試合5試合相手見ると、はい38節が琉球、はい、そして39節ホームに東京ヴェルディを迎えるわけですよね、うん、ヴェルディとの相性って僕いいと思うんですよ。そうですね、あの前半戦も、うん、弱点勝利してますからね。そうですよね、はいここの2試合でなんとか勝利できれば、はい、残り3試合残して楽に戦えるわけですよね、はいはい、そうですね、はい、そして40節こちらは直接対決ということになってしまうかも分かりません、はい、栃木戦、はい、こちらアウェー、そして11月28日にホームに山形を迎えるという、うんうん、で最終節12月これはアウェー京都戦ということで、はい、京都がここまでねもし昇格完全に決めてしまってたら、うん、ちょっとあの歌かとか出てきますかね、はい、いや出るんじゃないですか。出てきますかね、うんまあ、最終ホーム最終戦なんでやっぱり、ね、勝ちたいっていう気持ち。寒いですよ、めちゃめちゃ寒いですよ、ね、京都の12月めっちゃ寒いですよ、うん、そうですよ、歌が寒いの苦手ちゃいますそうでやってほしいですね。そうやってほしい、はい、まあね、はい、あのどんなチームが来ようと我々は同じね、はい、あのチームのサッカーをするだけです、はい、そして我々は同じ応援をするだけです、はい、皆さんぜひともね残留に向けて熱い魂のサポート5試合残り5試合、はい、よろしくお願いしま す, お願いします。さあということで来週またこの時間お会いしましょう、はい、ということで今日はここまでです。ありがとうございました。さよなら。さよなら。50分喋った